グスタブ・ビルヘルム・パルムは、スウェーデンの画家である、風景画を得意とする、イタリアに10年間滞在し、パルマ別居というあだ名でも知られている。1866年頃は、スウェーデン王立美術院で教授をしており、後に画家となるカール・ラーションを指導した。スコーネ県のクリシャンスタードに近い、グート・ハーラーフに生まれた。1828年から、スウェーデン王立美術院で学び、 1831年に風景画を出展した。1833年にはノルウェーを旅し、1837年にハンガ州を出版した。1837年に眼病の治療のためベルリンに旅し、その後ハンガリー、ウィーン、ベネツィアを経て、1841年にローマに到着した。ローマには約10件滞在し、 当時北欧の芸術家たちの主要な留学先であった、ローマで主要な画家となった。1851年には、シシリー、スペインを旅した。1852年に、スウェーデンに帰国し、1859年から、スウェーデン王立美術院で教えた。若い芸術家たちからは、パルマ・ベッキオと揶揄され、新しい芸術のスタイルに無関心で、 伝統的な風景画を描き続けたとされる。ありがとうございます。